回はですね、釣り具屋の亀屋岩国釣り店にこう収納する竿じゃないですか。そうそう、鈴木釣り具店の中井って呼ばれてますね。あー、なるほど。PT ラインとリーダーをつなぐ。どうもこんにちは、今回はですね、釣りのシリーズっていうのをね最近やってるんですけども、今回また、陽介と村中君に協力してもらってですね、僕は初心者なんですけど、僕が持ってる荷物と、彼らみたいなクロートが持ってる荷物っていうものをねちょっと比較検証してみたいなと思います。まずライフジャケットで、前回ね釣り竿を買う動画出したじゃん、うん、でその時にまず最初にライフジャケットやろうっていう話があったんだけど、まあ、すでに、ね、持っとるケース入れてなかったということで、これはだいぶ前から使ってるやつです。発泡スチロールのやつかな。うん、そうそう、うん、で個人的にこれにしとる理由は俺ねあまり泳げんのよ。自動膨張式とかがちょっと怖くて、うん、ということでまあ、絶対浮くだろうということでこれにしております。はい、で次釣り竿があるんやけど、この釣り竿の右側の方は前買ったやつね、うん、で左側の方も基本的にねもう一本絶対持っていくんよ、はいはい、でこれ違いはっていうと、右側は前やってもらったFG ノットで結ばねえけんやつ、はいはい、P ライン、P ラインのやつで、これが結べんのよあんまり、ということで切れたら左側に変えるみたいな感じで、予備的な感じかな。まずバッグの中身は、バッグはこれ、台場、これちなみに台場のやつで、陽介でもらったやつです。で、もらったまんま。もらったまんま。うん、何も増えてない。メインに入っとるのは、この中に入っとるのは、まあいろいろ入ってるよね。これまあワームがあります。ワーム、うん。まあこれも、見にくいけど、ワームです。重りがあって、ワームをつけるやつよね。ジグヘッドがあって、ワームがあるね。これね、ジグヘッド。うん、まあこういうやつよね。そうだね。待って、こういうやつかな。うん。これにつけると。で、まあワームがあります。はい、で、これ俺が買ったやつか。これないの、これサルカン、サルカン、まあ水ベル、水ベル、水ベル、うん、そうですね。まあこういうのがあります、うん、で、これもなんか、ね、いろんなものが、これ性格は出てるけどそうこれ危ないけね、ちなみにね、こういうのね。あ、そうだね、うん、それそのまんまにして、これもまあケースがあります、うん、あとはこういう針とか、そうこういう針とか、そうこういう針とか、その辺をねいまいちどう整理するべきかがわからなくて、ずっと入れっぱなしないよ、そんな感じで。こんなんね、うん、うん、これが一式あります。ここにもまあ収納できます。そうやね、うん、で、まあバッグ終わりです。バッグ終わりで、次にこのバケツ関係いこうか。バケツはね同じような感じ、なんかよくわからんものがいっぱい入ってる。これ魚掴む、うん、フィッシュグリップとか、あと一応ね、携帯トイレも、ね、いっぱい入ってるんよ。携帯トイレも入ってると、うん、トイレ行きたくなった時に、ね、困るかなと思って。まあまあ、一通りそういう、そうそんな感じの雑貨みたいな。で、これ魚がついた時とか、堤防掃除する時に使えるやつよね、これ。でね、やっぱり手を洗いたいじゃん。はいはいはい、でこれ確か100均で買ったんかな、なんか海にこうつけて、これくる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 ね、これ溶いていって、うん、これがあります、うん、ぐらいかな。そうで、あとはクーラーボックスとサングラスなんだけど、クーラーボックスはもうキャンプで使ってるやつをそのまま流用してやるんだけど、難点はね重たい。うん、時期なんかこれ一式を全部持っていくってなると結構毎回大変な思いをするかなっていう感じ。これが、僕の荷物です。さあ、じゃあ次に俺のか。そう、これまあ竿はこれ村中から借りたやつやけど、まあ竿があります。竿は基本的に持っていくのは1本。俺も2本かな。2本、それはどういう意味で。なんかトラブルがあった時に、ああ、すぐ、なんていうの、切り替えられる。ああ、やっぱ2本は持っていく感じなんかね。2本は持っていきたい。ああ、なるほど、ね。うん。で、まあメインとサブで分けて、これはちょっと今借り取るものなんだけど、うんうん、本当はこっちになるものなんだけど、うん。まあ、2本あるということで。あります。うん、で、これ、俺は、ライフジャケット。うん、ほら、これで。これ、ああ、なるほど。これで。これにしとる理由っていうのは、その…いや、俺も3つ持っとって、うん、このタイプと、うん、腰のタイプと、うん、で、このタイプ持っとって、うん、で、堤防だったら別に危なくないだろうっていう、うん、まあそれぐらいでも対応できる、うん、ただこれは、磯に行ったりとか、うん、あんなことは絶対せん。これ、あー、これも絶対避ける
あ、破けるもんなんだ。破ける、絶対破ける。あ、じゃあその行く場所によってそれを分けると。そう。あ、暑い系とかそういう話じゃないと。で、秋、昨年の秋に村中と村中の友達と3人で GSO に行った時は、うん、もうガチガチのライフベスト、こういうベスト、こういうなんじゃない、俺はもっと股から通して絶対、ああなるほど、もうもっと安全なやつ、はいはい、あの、パラシュートみたいな感じでこう股から、あ、そう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 、でとにかくこれが大事。なるほど。ライフジャケットは大事。まあ泳げるんだけど、でも泳げるとは限らんけね。まあね、波とかあったよね。で、俺これバッグ、俺結構歌ってシンプル。これは、これは、うん、あのイカ釣りがメインにしとるけ、基本的にはケースに入っとるんだけど、こうやってあったりとか、もうちょっとだいぶなくなっとるんだけど、これとか、なんか光り始めたぞ。これフラッシュブーストってやつだね。うん、まあ基本エギばっかりってことなのかな、これは。こんなんがあったりとか、やっぱりね、状況によってあるわけよ。まあ、こんなんとかね、これも全部シマノなんやけど、で、これとこれってなんか一緒、似てない？なんか、なんか似とる、全く一緒じゃん、でもね、その自分の中でその決めとるものがあって、これ D って書いてあるんだけど、あ、 D って書いてある。これはね、あの、ディープっていう、なんて言ったらいいんだろう、水深が深いところとか、潮がブワーって飛んどるときとか、状況によって重たいエギを使いたいとき、重さが違うんだ。重さが違う。大きさは同じよね。大きさは一緒全く、これはもう一応どんなとこ行くかわからんけ、一応ディープは持っていくよっていう。なるほどね。で、こっちはもう普通のノーマル、まあ、こっちの方が分かりやすいかな。これがノーマル、で、こんなに色絶対いらんじゃん。え、これちなみに全部3箱ともサイズは同じ？一緒。あ、サイズは一緒。これ 3.5 号っていう、これ 3.5 以外あまり投げんのよね。ああ、なるほど。で、一緒なんだけど、こんなんいらんじゃん、一見、でもその日 その水、あの水の色とか、あのピンク投げて、全然反応ないねってなったら、ちょっとなんかリアルな、こういうリアルカラー投げてみたりとか、これアジカラーなんだけど、なるほど、こんなんとかリアルとか投げてみたりとか、まあいろいろ多分人によって多分カラー理論ってあると思うんでね。あの、嘘くさい色の方が釣れるっていう人もおればみたいな感じ。嘘くさい色って言ったらあれだけど派手な色の方が、まあ、そうです、その日によって本当にあって、で、俺はこういうの用意しとって、はいはい、何や、これは何が入ってるかって言ったら、この中にスナップとか、こういうスナップって前説明したスナップとか入っとったりとか、はいはいはい、今のその、ノーマルのエギで、あ、もう 1g 足したらいいのになっていう時とかあるわけよ。馴染むのになっていう時に、これ台場なんだけど、これ仮面進化って言うんだけどね、こういうのとか、あ、重りじゃん、エギの先っちょにつけてちょっと重たくする、調整するようねとか、いろいろ入ってる。これの時全部その 3.5 号のやつってこと？いや、これ何でも薄くんよね、基本的に。あ、そうなんだ。へー。でもまあ 3.5 しか持ってないよっていう、なるほど。で、これがあるのと、で、これリーダーとか、あー、小物、ね、で、ハサミとか、で、これイカの締める道具とか、いろいろあるね、こんなの。俺が持ってるやつとの違いといえば、俺はなんかとにかくいろんなやつ釣りたいとか投げるとかいろいろやりたいっていうので、いろいろ持ってしまってるけど、イカだけに限定するんであれば結構シンプルな感じで持っていけるみたいな。イカだけと思ってるじゃん、イカだけじゃないんですよ。え、そうなの。俺ね、この前もバッグが入っとって、フロアも入ってるわけよ、この中に。あ、なるほどね。で、これ前動画で紹介したと思うけど、メタル丸っていう、ああ、はいはいはい、ヤシが入っとったりとか、全然あの、ナブラが湧いたらこういうの全然投げたりするし、なるほど。でもなんか違うルアーとかいろいろ入っとったりする。基本的にじゃあ、あの、針の釣りはあんまりやらんみたいな感じ。エサ釣りはあんまり、あんまりやらん、あんまり、もう、なるほど、今はもうルアーばっかり、なるほどね、が入っとる。で、あとは、もう1個だけもう自慢できるものがあって、あの、いろんなクーラーを俺使ってきたんだけど、これがね、一番最高なものがあって、こいつか、こいつ、こいつ、おー、これシマノでも一番高いクーラー、ウルトラプレミアムって書いてある、これは本当、あの、6面真空なのかな、ね、6面真空で、この6面に全部パネルが貼ってあって、上下左右にね、氷入れとってもなかなか溶けん。おー、これ、あれ、もしかして左右どっちからでも開ける的なやつ。こっちからでもいけるし、こっちからでもいけるし、あとここ座れる、ガンガン頑丈なんだ。頑丈、ここ、これも結構長い間使ってる、これ。一応ね、これに勝てるクーラーはなかった、今まで。ああ、で、買い替えるつもりもないみたいな。ないけど、やっぱりキャンプの人から見たらどうしてもね、
まあ、ザ釣りっていう見た目の問題はね、うん、あるかもしれんけど、うん、もう機能は本当最高。大きさ的にはまあこれがちょうど A かなっていう。これのもう一回りちっちゃいのも持ってるんだけど、うん、6面真空じゃない。あ、変わるんだよサイズで。いや違う、その時なんて言うんだろう、初めて背伸びして買ったクーラーが、うん、4面真空だよね。なるほど。だけどその持ってくだったらこれでも本当持ってきたいのはもうワンランク下のサイズを持ってきたい。でも6面じゃないけちょっとなっ、そうで夏とかだったら結構すぐ溶ける。それは4面真空はこっちは溶けん、太陽の下に置いとっても溶けん溶けん。あ、全然大丈夫、うん、全然大丈夫。なるほど。あ、ほんまじゃあ島のクーラー史上最高保冷力って書いてある。これはもう本当最高。なるほど。島田さん今あれキャンプ食のそうクーラーも出しました。そうで、ね、島田出したよね最近、うん、やっとねそのキャンプ食のその今風なクーラー出したっけ。うん、それもあるかもしれないね。6面でもとにかく6面真空で、うん、っていうのがええかもしれない。夏とかもやるんだったらそれが一番おすすめよと。なんかあれじゃん、釣りだけにこんなこれすげえ高いんだけど、うん、お金かけたらもったいないじゃん、うん、これでね運動会も行きよったら持って。ああなるほどね。運動会でも全くどけん子供の釣り以外にも使う用途があって、うん、まあ一番掘れるか高いやつを選んだと。そうそう、ただちょっとでかすぎるかな。これはさすがに30リッターは堤防とかで持ち歩くと結構きつい。20とか、まあ今から多分村中が紹介するようなクーラーが一番多分ベストかなとは思う。その中にじゃあ保冷剤とかガンガン入れていくわけだもんね。そのクーラーボックスの中に、まあ保冷剤とか氷、塊の氷ポンって投げとって終わりみたいな。でも結構重さとしてはある。重たい。あでも春イカだったり食料入れとったりっていう時にはこんぐらいのサイズ。あ、これぐらいのサイズの。で普段2人でよく釣り行くんだけど、うん、その船釣り行った時にじゃあこっちに食料入れようねあー保冷力高い系。そうで、うん、向こうの方にその魚を入れようねっていうのがあって、そのクーラーの大きさで分けとるだけ。なるほど。で結構そういう使い方もある、2人で行けば。ああそういうことなんだね。結構ね1人だったら魚置いとって、うん、食料についたりとか魚が、うん、なんかなって思うこともあるよ、ね、ああなるほどね衛生上的にみたいな感じ、うん、なんか、うん、っていうのもあってやっぱりこれはやっぱり一番バランスが取れとるのかなって思う。なるほど、わかりました。さあじゃあ次は匠の匠やね、匠の装備を大鳥まずやっぱりこれは釣り竿は何本持っていきます。僕も、まあ、イカ釣りで考えたら2本は持っていきます、ね、あなるほど。それやっぱりさっき言った予備的な。そうですね、もしちょっと遠出した時とかに1本しか持ってってなくて、うん、穂先がなんか糸絡みで折れたとかいう時に、あそれで帰らなくなるといけないのもいけないんで。あなるほどね、やっぱり予備としてはもう1本。やっぱりあれよね、意味合いが違うよね、竿の、うんうん、状況に応じて使い分ける。あ同じような竿を2本持ってくんじゃなくて、なんかこうちょっと違いがあるやつ、ちょっと張りが違うとか。あそれもじゃあケースバイケース。ケースバイケース。ああなるほど。っていうのが竿ですね。はい。と、まあ、保護具ですね。キャップ。針が頭とかに刺さったりしないようにっていうのもあって、キャップと、あと目を守るためもあるし、海の中がよく見えるんですよ。偏光グラスっていうこの。なるほど。偏光グラス。偏光グラス持ってって。海でなんかイカが追っかけてきてるなっていうのも見えるし、で目を保護するっていう意味もあるんで偏光グラスを持ってって。やっぱ水面のギラギラを長時間見続けるってあんまり良くないんか。あのね、目が疲れる。あ、うん、なるほど。ルアーをこうエギとかだったらジャッジャッジャッって3回ぐらいこう跳ねさせるようなアクションをするんですけど、あの持ち上げる的な。そうですね、こう上下に動くようなアクションをするんですけど、たまにもう目の前にあるのにジャッってアクションしたときにピョンと飛んでくることがあるんですよ。勢い余ってね、まあ、結構危ないよねあれね。そうですね、あれまあ基本あっと思って避けれるんですけど、まあ、もしものことがあったら、ね、あ確かに確かに、そういう時にもう目を保護してくれるっていう意味もあるんで。あなるほど。じゃあまあサングラスと帽子はまあ基本的な装備あった方がいいですね。さっき紹介した洋介の中にはなかったけど一応毎回持ってってるよね。あ、俺今日忘れただけで。あ、そうよね、俺もこれは必須で。帽子とあれはいつも被っとるもんね。うん、なるほど。じゃあ次はがライフジャケットが僕はまた違う腰巻きタイプですね。なるほど。ちなみにその腰巻きタイプのところについてる紫のやつって何。これは僕はあの愛煙家っていうか頭を落とすタイプ。なるほど、マナー的な感じで。あ、そういうことか。釣り道具ではないんやね。何回もこれに制約してもらっとるよね俺もね。そうなんだ。あ、マグネット式なんや。マグネット式なんで。あ、珍しい。
で、まあ、煙で消えるんでこのまんま入れて、ああなるほど、っても消えるんで、で何よりこれのメリットっていうのは、うん、俺のライフジャケットは夏は暑い、ああ暑いね、確かに、発泡スチロールも暑くない、これはあの自動膨張式みたいな、自動膨張ですね、あなるほど、あの引っ張るタイプではなく、まあ自動膨張で膨張してくれなかったら、あ引っ張れるし、はあ、引っ張るのがあるんですけど、なるほど、こういうのってあの一回広げてしまった場合ってまた売るよね、売る売る、中身売るよね、替えのボンベが売ってあるんで、あなるほど、それを付け替えたらもうまた何回でも使えると、これはブラシ、ブラシ、ちょっと僕今日バケツを忘れたんですけどさっきのあの水汲みバケツみたいなのと、あ、はいはい、このブラシを持ってって、でイカ釣りとかだったらあの釣ったイカが上に上げた時に炭吐いたりするんですよ、ああいうのをなるべくまあ釣り場をきれいにして帰ろうっていう、ああなるほど、素晴らしいでまあ水汲んで流しながらこれで掃除して、うん、すげえ細けえ素晴らしい、これはなんかもう何のブラシでもいいけどっていう感じ、何のブラシでもいいですね、こういうのも持っとんやね、あでこれをね、ここからこれが僕はもう実際つけてもらえる、実際つけましょうか、これ何、これまあちょっと普段こんなでかい服じゃないと、おお、ここ腰に巻いて、おお、なんか分かってきたぞ、これが便利ね、ああこれ便利そうだね、へえ、これで釣りしてて、うん、まあ、日陰買いたい時にこう竿を刺したりとか、あっ竿刺すとこもあるで、こうなんかいろいろ変えたりとかできます、これは本当にね、これいいね、おすすめだけど何の釣りでもおすすめだと思う、でハサミがついてたり、あなるほど、その辺はもうどんどん追加していって追加していってみたいな、まあ、スナップがついた、あーほんまや、はあ、替えのやつとかね、はあ、とまあさっきあったあのイカ締めのものがついてたりとかですね、よく見て、よく見て、ダイワのものよこれもダイワなんじゃ、そうなんです、ダイワ好きなんで決定しとるなあとこの中がカエのエギですね、おーなるほど、これもやっぱり10個ぐらいはまあ絶対持っていくみたいな、この中に入れてるのは、まあ、メインで使うタイプのを入れてて、まあ、それとはまた別にこっちにもすごい入ってもらってるんですけど、いっぱい持ってくんやね、そうですね、やっぱ色を派手なやつに変えたりとか、サイズを変えたり、サイズを変えたり、だいたいメインで使うのは自分の中では決まってるんですけど、おお、なるほど、それで全く当たりがないときに、これならどうかな、これならどうかなとか、なるほど、このケースにはこれがいいんじゃないかなとかやっぱ場合に応じて変えていくと、でメインをとりあえずまあ一番よく使うのをこの中に入れてるときですね、あなるほどね、でここはまあ使って交換す、これすげえ、なんかだから開き方がええね、これこれね、うん、一応ね、エギングのバッグだと思うんだけど、うん、何が素晴らしいって、この中にも入るんだけど、うん、直接ね、さっきの俺のエギのケースみたいにこうやってグッてかけれるわけよ、こうやって、あ、バッグの中に、へえ、これはね、本当に素晴らしいと思う、これいいね、これ、ちなみにまだあの原稿で売りよる、原稿で売ってますね、へぇ、もう台はエメラルダスっていう、ああれや、俺がルアー買うかとかもあったやつや、そう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 、あー、なるほど、台湾の中のあの、あのイカ釣りがエメラルダスっていう、シマノはセフィア、ダイワはエメラルダス、まあシマノでもセフィアも全然いいものあるんで、うんうん、シマノも一応こういうタイプのものはそうですね、あそうなんだ、うん、へえ、好きな方を使ってもらったら、ナイキを選ぶかアディダス選ぶかみたいな、あ、ね、そういうことよね、どっちもいい、リュックとかも持ってったりする時もあるんやけどやっぱ面倒くさくて俺ねこれ、うん、本当は俺もこれつけたいよ本音を言えば、あそうなんだ、でもねこれつけれん理由があって、うん、トイレが超近いんよね、あその時に何回か不便なことがあって外してめんどくせえってなってなるほどね、やめたっていう、でこの中がまあリーダーはい、サンラインのやつですね、ボールペンで、これはあの糸絡みとかをほどく、あ針みたいなやつです、細かいだろ、そういうのもあるんじゃ、このちゃっかりだよなんですよえ、台湾なんあ、すげえすげえ、なんか徹底する、本当に、そうなんですよ、ダイワ好きと、うん、あの島の好きとかってやっぱ分かれるじゃん、どっかできっと分かれると思う、なんかそのきっかけみたいなのはあるのかね、やっぱ自分が欲しいものがダイワしかないとかとか、まあそれもあるし、うん、そのやっぱりそのテスターっていうかその宣伝しよる人が好きか嫌いかっていうのもあると思うし、ああなるほど、そういうのを見てもあるんだね、俺はとにかくあの島野の湯川さんが大好き、ああ、でき
湯川さんが使っとるものとかで行くと芝のとかになってしまう。使っとるものっていうかね、あの人が作るものに、ま、疑ってないっていうか全く何も。ああ、なるほどね。そういう理由があったりするんだよね。あとはまあ、あ、これ見たことある俺。ノットアシストっていう FG ノットを、はい、簡単に作りやすいっていうか。なるほど。俺は手で全部やるんだけど、村中はもう几帳面にこういうので、うん、あーなるほどね。綺麗にまあできるのできるんですよ、これで。手にくるくる巻いてもいいですけど、まあ、早い人はあれで一瞬でできるんですけど、うんうん、ちょっと手間かかる人とか、これとかだったら片手でこう押さえとったらなんか片手ってなんか違うことも間でできるし、ね、ああなるほど。あれば便利なやつです、ね、あれば便利なやつ。ちょっと今話しかけんでっていうのはないわけ。ああ集中しとるけどね。いや口に声取ったらいい。ああそうかそうか。手でしょったら手でやると口と両手でやるようになるもんね、きっと。まあ、とにかく不便。なるほど。そうか、そういうのを解決するため。ちなみにこれってこのバッグがあるじゃん。ああ、この横とかは別ってことよね、きっと。それも自分で。これは別でつけたやつですね。あ、なるほど。まあ、ロットホルダーも別でつけたやつ。ああ、なるほど。でもロットホルダーいいね。ああ、そうですね、つけれるところがあるんで。でね、そのこうやって刺すっていうのも、まあ、もちろん高級な竿っていうのもあると思うんだけど、うんうん、結構ね、バーンって置いたりしたらね、結構傷がついたりとか、それが原因で折れたりとかするわけよ。ああ、なるほど。それをやっぱり防ぐためにも、あれはロットホルダーはいいと思う。なるほどね。あれば便利系なやつをとりあえずギュッと凝縮したような。そうだ、あの移動するときも結局クーラーボックス持ってとかってやったらね、釣り竿をもう片手で持たねえけんね。2人でね、その釣り行ったときにね、結構移動するんよ、うん、俺ら。イカジャケっていうのもある。イカジャケっていうのもあると思うけど、うん、ああ便利そうだなって思う、横で見とって。ああなるほど。ロッドホルダーは使ってない。全く使ってない。それはそのカバンに合わんけとかそういうこと。ごめんなさい、さっきあの教科書みたいなこと言いましたけど、俺はバンと置きます。性格的な問題もあるさ。エギはやっぱり種類がいるってことよね、きっと。まあ欲しくなりますね。ああそれはやっぱいろんなシチュエーションに合わせてっていうのもあるし、やっぱりね、そんだけ理解できるんだけど、それだけ持っとるっていうことは、うん、そんだけやっぱ悔しい思いをしとるよね。ああなるほどね。これがあったらなっていうのもあると思うし、もっとこうだったらなみたいな、うん、ああなるほど。このシチュエーションの時にあの色だったら釣れてたんじゃないかなとか。ああそっか、そういうのがあってどんどん増えていくと。そういうのをできるだけ残さんように、全て出し切りたいっていう。なるほど、うん、じゃあそんだけいろんなパターンに対応できるものがやっぱ必要になってくる。そうそうそう、そういうことやね。さっきも紹介されてたんですけど、おなるほど、ちょっとナブラが湧いたりするときに、うん、このメタル丸っていうブリーデンさんのやつですね。イカ釣りの時はそういう装備だけど、もしかしたら別の魚もこれ来るかもしれんぞっていう時はこっち側を出して。そうですね。なるほど。これは全部メタル丸？これはメタル丸、9割メタル丸ですね。やっぱりメタル丸が釣りやすかったみたいな。メタル丸でいい思いをしたことがあるんで。なるほど。なるほどね。このジグはね、本当に偉大。こっちも、まあそれぞれのカラー2個ずつぐらいは。なるほど。いっぱいみんないろんなこうやって持っとるじゃん、うん、コレクションっていうわけじゃなくて、やっぱりその意味があって持っとるってことね。いや、その不思議なんだけど、うん、例えばじゃあこれって光るんよね。グローっていうカラーなんだけど、光る、夜光。あーなるほど。海の中で光るんだけど、うん、これで全然釣れんかったのに、うん、これに変えて一瞬で釣れるとか。あーそういうのもある。逆に反対もあるし、あーで濁っとる時とかこれ見えづらいよね。逆に、なんか光っとる方がいいよね。あー確かに。で釣れとった魚が釣れんよね、これ持ってないと。そういうことか。ちなみに前一緒に買ったメタル丸は、あのうちの息子が投げて1投目でなくしました。あーよくあるよくあるっていうのも考えて2個ずつ。あーそういうことか。ロストも考えて。なるほど。であとまあこれも後付けなんですけど、こう肩にかぶった時に、うん、ここに携帯電話入れたりとか。なるほど。すげえ機能的やね。結構その座る時に、座って釣りする時にその携帯が当たってストレスになったりする、ね、ああそういうことか、うん、携帯入れるのになんかその他小物だったりタバコだったりとか。ああまあ大体男の人っていうのはズボンのポケットに入れるもんね、スマホって。であのどんだけその1個前の俺の勝負ね、物がガサツだったんか分かるじゃん。すごい細かい。俺なんかもっとガサツやけど。とまあイカ釣りだったらもうギャフが。ギャフ
まあ、網とかでも玉網とかでもいいんですけど、僕はギャフを愛用して使ってますね。これは引っ掛ける系のやつ。そうですね、イカを横向けさせて、でこれで引っ掛けるって感じですね。竿でぶっこ抜くことができないんで。ああ、でかいやつだと。ああ、結構細いもんなんよね、先っぽっていうのは。先っぽは細いですね。でこれの注意点があるよね、うん、じゃあバンって引っ掛けました、イカを、うん、どうやってもらうかける、まっすぐっていうことですかね。わかる。ああ、釣り竿みたいにこうやってよいしょって上で持ち上げちゃいけんってことか。それやってしまったら折れるけ、折れたり、まあこうぼちゃっと、もう一回落ちてしまったりっていうことがあるんで。あ、なるほど。じゃあまっすぐ、そうそうそう、縦にまっすぐこう上げてくるって感じですね。ああ、なるほど。あ、じゃけそれあれか、折りたたみ式になっとるってことなのか。ああ、そういうことね。これがちなみに6メーターのやつで、少々高い場所でも。ああ、なるほど。あ、じゃけ堤防の上から引っ掛けようとしても、ね、高い堤防の上からでも。なるほど。入れますよ。これだけ瀬戸内海とかだったら全然あの対応できるんだけど、でも日本海とかだったら6メーターでもたわんかったりとかするんじゃない。10メーターが欲しいとか。え、そうなの。あるある。そんな高いんだ。落とし込みギャフっていうのもあって、もう今売っとるんかな、あの糸みたいになっとってそういうのもあるんだけど。ああ、でもそれは引っ掛けづらそうね。なんか引っ掛けづらいんだけど、まあ一応高い堤防もあるけね。ああ、なるほどね。いろいろね。クーラーが、僕はこれ、あ、そうそう、クーラーボックスがね、ちっちゃいなっていうのが。8リッターだったかな、これ。8リッター。こっちが30で、こっちが8って感じですね。こうしてみると大きさがね、全然違うよね。僕も春のイカの場合はこっちのサイズ持っていくことが多いんですけど、うん、秋とかだったり、あとライトゲームっていうあのアジとか、ああいう時にこれ持っていく感じですね。なるほど。まあこの容量でも十分かなっていう。ああ。秋なんかだったらこんぐらいで、まあそこそこ入るんで。なるほど。ああ、どっちかというと短時間の釣りみたいなイメージなのかな。すごい一日中やるぞっていうのででっかいの持っていくのか。ああ、ね、前一緒に秋釣り行った時は、うん、このクーラーを現場に持っていくんだけど、うん、このクーラー、はい、このクーラーも満帆だったりするわけよ、秋とか。ああ、だったら車にこういうクーラー積んであるわけ。ああ、なるほどね。移動もしやすいし。そうですね、持ち運びも考えて、ちっちゃいのだったり。なるほどね。あと、まあ狙う対象魚というか、うん、秋はイカもそんなに大きくないんで、このサイズでいくかとか。村中の場合は、あ、これをすんだよね、車にね。あ、予備でね、うん、まあ、シマノのちょっとキャンプカラーに染めたやつなんですけど。なるほど、シマノというかノースフェイスになっとるけど。あ、じゃあこれもシマノのやつなんよ。これももともとシマノのやつですね。へ、こっちからも開くし。あ、なるほど、同じようにね。キャンプカラーが出る前に自分で。なるほど、作ってしまったと。へぇ、あ、でもこれぐらいの大きさはいいよね。8リットルって言ったっけ。8リットル8ぐらいですね、これ確か。これだったらね、持っていきやすいっつーか。堤防には持っていきやすいんだけど、ただその、うん、長時間ってなったら、うーんっていうのはあるよね。あー、うん、なるほど。ぜひパッと行ってパッと釣って帰ろうかぐらいのものであれば全然って感じなのかな、うん、性能で言えばこの6面真空が圧倒的に。あー、なるほど。持ち手の部分が、あ、やっぱこういう風になってるよね。俺今使ってるのがこのキャンプ系のやつで、こっち何がめんどくさいって、なんかね、段階になっとって、そう、なんかそういう風に緩くないんよ。緩いのが欲しいなと思って、持ち上げるときにね、結構ストレスがあったりする。そういうのいいね。8リットルか。やっぱ人によってクーラーボックスだけ見ても全然違うね。でね、あの、とりあえずいろんなものを紹介したじゃん、うん、紹介した中でコメントだったのが、うん、まあ、ライフジャケット買いました、はい、釣り竿買いました、次何を買えばいいですかっていうね、結構ド直球な質問が来て、じゃあこの場合に2人だったら何を買う、あの、初めてやる人に勧めるとして。一通り道具あるってことよね。いや、釣り竿とライフジャケットしかない。あ、じゃあまずサングラスと帽子を買う。ああ、なるほど。あと手袋をもうできれば買った方が。なるほど。手袋、要はその身を守るものをまず先に揃えましょうっていうことね。小道具になるのかね、次買うの。違うもの、まあクーラーボックスになるのか。うん、まあ多分クーラーボックス。まあ最初、発泡スチロールとかでもまあ、うんうん、あるかもしれないし。あの、釣り具屋さんで売っとる、あの、うん、青い発泡スチロールのやつとかでも全然いいから、まずそういうの買って、っていう感じなのか。そうね、まず最初に身を守る道具っていう言葉が出るとは思わんかったけ。そうか、まずでもそっからやね。まずはでも、本当安全第一。ああ。絶対条件。だけど、それは、例えば、堤防であろうが、砂浜であろうが、
磯だろうが、うん、船だろうが変わらずっていう、うん、何も変わらんね。磯だとまたあの滑り止めがついた靴とか、あそうかそうか、そういうのが装備がまた増えるんですけど、また今年にね、あの秋あそこの場所行くときに一緒についてきてもらったら分かると思うけど、うん、どんだけ俺ら二人がガチの装備をしてるか。あでもそうやってそのなんていうの、俺らベテランだろっていう言い方じゃなくて、うん、本当に危ない思いしてるし。ああなるほどね。今回はその堤防釣り、あくまで堤防釣りみたいな感じで道具を用意してもらったけど、うんうん、これが磯釣りになったらそれこ その着るものも違うし、ああっていう装備がガラッとなんか重装備になりました。重装備になる。ああそれはやっぱりそのまず安全第一の装備になるけっていうことを、うん、身を守るために。あなるほどね。そっか、そういうところからで、やっぱりその釣り竿とかその買った後だったら、うん、その人がその釣りたい魚のものを買えばいいと思うんだけど、うん、何が良くて何がダメっていうのは絶対ないと思うよね。うん、で結構その撮影しようと思ったと思うけど、俺はもう完璧な島の派、うん、でも逆に彼はダイバー派、うん、じゃあどっちが A とかないよね。あ、はいはい、どっちもいい、うん、じゃその好きな方を買えばいいと思うし、うん、別に両方あってもいいと思うし、あ、ミックスでね、ミックスで、うん、その辺の決まりは全くない。なるほど。だからとにかくフリースタイルで好きなものを買って安全にやりましょうみたいな、うん、そうで、さっきあとあの村中君とか持っとったそのブラシとかあるじゃん。ああブラシとかそういうなんつうの現状復帰するものじゃないけど、ああ、まあ、そういうマナー的な話になるんかな、うんうん、最低限ゴミは拾って出したゴミは拾って帰るぐらいは、うん、ね、あのさっきの携帯灰皿もそうやし、ああなんか俺堤防釣りあれから何回か行って思ったのは、うん、ああまず第一にライフジャケット着とる人が俺以外おらんっていう、うん、のがまずあって、であとはやっぱりゴミはあるよね、どうしても。で、うん、その辺をまあちゃんと持って帰りましょうみたいな話になるのかな。うねうんうん、一応なんか目立つゴミは拾ったりはするよね。あうんうん、でまあそれと安全第一でっていうことで、うん、じゃあもし次そういう質問が来たとしたら、まずその安全対策から始めましょうみたいな話をしたらいいかな。まあ、ちょっと堅苦しくはなるけど、でも帽子とサングラスはあった方が、まあ、夏とか結構ね、うん、あのきつかったりするし、熱中症対策にもね、うん、別になんか俺らはシマノとかダイワとかの帽子だけど、別に何でもいいわけだし、うん、サングラスも別にまあ何でもいい、偏光グラスがまあええかもしれんけど、とにかく目が守れればいい、守れればいい、うん、でもやっぱりそのサングラスのものと偏光グラスっていうのは全然違って、うん、ずっとしよっても疲れない、うん、目が疲れない、うんっていうのがやっぱり偏光グラスなんだな。まあできればそういうものをどうとか、あとはもうとにかく好きなものを、うん、で、あの、うん、このものは釣れて、このものは釣れんっていうのは存在せんと思っとるよね、二人とも、うん、絶対釣れるタイミングはあるから、うん、だからこの好きなものをあとは買えば、うん、なるほど。でけ、そのあんまり縛られずに好きなものを買っていけばいいよってことだよね、うん、で、今後もし質問があるんだったら、うん、村中君にまた来てもらって。わかりました。じゃあ今日はありがとうございました。